作戦行動、動きはどうやらない様子です。1号艇は東京の浜の屋健吾、初日ドリームの快勝が優勝宣言だった、そう思える強烈な船足で他を圧倒してきました。2号艇は福岡篠崎仁、昨年大村 G2 誕生祭を制した篠崎、そして3号艇は長崎桑原優、目の前に見据えるオーシャンカップ出場権、その先向こうには来年大村でのクラシック、そして何より地元 G1 初タイトルが欲しい桑原です。そして4号艇は愛知柳沢はじめ、大村前回昨年夏の G2 誕生祭は篠崎とのワンツー準優勝としています。5号艇は佐賀の峰竜太、なかなか船足は整わず未勝利のままでしたが、しっかりファイナルまで来ました。2月九州ダービーに続く大村 G1 連覇へ。6号艇は兵庫の藤岡俊介です。難所大村6コースから再び勝利への道筋を見つけて、大金星の G1 初優勝を飾ることとなるでしょうか。大村 G1 ダイヤモンドカップ優勝戦、1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしていきました。1コースわずかですが、1号艇浜野屋覗いていきました。さあそのまま出ていって1号艇の浜野屋の先手、2号艇3号艇と少し競る、さらに内から4番そして5番6番といきましたが、堂々の押し切り、1号艇の浜野屋健吾、追走3艇進行方2号艇の篠崎仁、1艇審査に4号艇の柳沢はじめ、スタートは前提正常でした。すでに1号艇の浜野屋独走体制を作っています。その後に続いたのは4号艇柳沢、その懐を刺して2号艇の篠崎が上がっていきました。台形は1番2番4番の台形、先頭1号艇の浜野屋リードは4艇身、追走2号艇の篠崎、2艇身ちょっとで4号艇の柳沢、そこに6号艇の藤岡迫ってきた。2周目1マーク、台形は入れ替わらず1-2-4でバックストレッチへ抜けました。4番手以降前から離された形になっています。後続は6号艇5号艇3号艇の順で2周目の第2ターンマークの旋回、どんどん後ろを離しながら1号艇の浜野屋、今2周目2マークをクリア、続いて2号艇の篠崎、4号艇の柳沢と続き、4番手から6号艇藤岡、5号艇の峰、3号艇の桑原でレースは最終周回へと移っています。トップスタート堂々の押し切りは1号艇のシリーズリーダー浜野屋健吾です。G1 制覇は2018年10月住之江以来2年半ぶり22回目、そしてトータルでは94回目、大村では V2 に向かって優勝戦トップ1号艇の浜野屋、そして2号艇の篠崎仁が2番手、3番手4号艇の柳沢です。 1-2-4 の組3連単のオッズは 11.3 倍を示しています。大村 G1 ダイヤモンドカップ、先頭1番浜野屋優勝のゴールイン、2着は2番篠崎仁、3着4番柳沢、そして5番峰、6番藤岡、3番桑原、ゴールインです。